そしてこの五大元素がこの宇宙の全てのものを作っていると言われています。はい、はいはい、これは人間だけじゃなく、うん、このパソコンもそうだし、うん、植物もそうだし、うん、はい、全てにおいてこのバータピッタカファのエネルギーを持っていた、うん、はい、動かないです、面倒くさがり屋です。お、はい、例えば、ね、近くでガツンと音が鳴って、あ、事故ったって言ったらバータの人はすぐ見に行きます。あー、なるほど、どれどれどれ、はい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 、やじ馬になります、やじ馬に、はいはい、で、ピッタは自分に関係があることだったら見に行きます、うん、え、うちにぶつかったんじゃねみたいな、あー、はいはいはい、損得勘定するので、うんうん、はい、カパは行かないです。へー、で、もうしつこく言われたらまあしょうがないなってやっと動くような感じ、あ、なんで、重いんです。ケンです。山ピーです。お願いします。お願いします。前回からちょっと空いてしまいましたが、今日はアイルベーダーについて、はいはい、やっていこうと思います。はい、飽きすぎて飽きすぎちゃうね。待ち望んでました。山ピーはすいません、いろいろとちょっと忙しくてですね、そうですね、取り掛からなくて申し訳ないです。今日はですね、この画面にも出ていますね、B ラボ講座ということで、はい、前回は、なんだっけ、ババ抜きね。ああ、ババ抜き、はい、はい、まあ、いただきまあまあまあ、そうですね、激闘で、はい、激闘でね、はい、すごい、でもあの僕らとしては楽しかったんだけど、そうそうそうですね、はい、はい、単純にただただ楽しかったっていう、ね、楽しく、はい、まあ、アイルベータをちょっとね、まあ、楽しく広められたらなということでババ抜きやってみたんですけど、はいはい、まあ、今回は本当に真面目な感じでちょっとね、講座っていう風な感じでやっていこうと思います、はい、待ってました、はい、で、まあ、アイルベーダって、まあ、結構ね難しいというか深いんで本当に、はい、まあ、ちょっと学んだからって全てを理解できるようなものではないんですけども、うん、まあ、ちょっとそのなんていうんですかね、少しでもアイルベーダってこんな感じなんだなっていうのが分かっていただけたらなと思ってで、ちょっと今日は作ったので、はい、で、また今後もさらにね、深くあの深めていけたらと思ってますので、はい、ちょっと今日はさらっと、アイルベーダとは何かということをやっていきたいと思います。はい、はいはい、で、アイルベーダとは何かということなんですけども、うん、ほとんどね、聞いたことがないっていう方の方が多いかなと思います。で、まあ、うちのお客様に聞いてもまあ、聞いたことあるけどちょっとなんだかわかんないとか、うん、まあ、エステでしょとか、うん、おでこにこう垂らすやつでしょっていうのはよく言われますね、うん、はい、だけどアイルベーダが本当は何かっていうのは、まあ、皆さんあまり知られてないことなの で、 そ、 で、ね、まあ、そのアイルベーダが何かっていうのを知ることが、まあ、幸せ、人生においての幸福だったり、まあ、幸せに生きる、まあ、健康に生きるっていうことにつながっていくと僕は確信しているので、これをまあ広めたいなということでですね、はい、これをやっていきたいと思っております。はい、まあ、ここにも書いてありますけども、まあ、人生を豊かにする英知、これがアイルベーダだと、うん、いうことですね。はい、で、まあ、アイルベーダって、まあ、古代インドで発祥したものでそれが伝承されてきて、統合的な医学体系ということになってます。で、まあ、5000年前と言われてます。5000年ですか。はい、はい、相当ね、だいぶ昔です。よく中国4000年の歴史とか言う、はい、あ、そうなんですよ。それ以上に長いってこと、はい、それ以上に長いんですよ。あ、はい、中国4000年よりも長い。お、むしろその中国に影響を与えたと言われてます。ほー、あ、はい、アイルベーダが、はい、ほー、まあ、中医学ですよね。はいはいはい、はい、にも影響を与えたと言われているぐらいの、まあ、本当に医学体系なんですけども、医学の本当に祖となるものがアイルベーダですね。はい、で、このアイルベーダっていうのはサンスクリット語という言葉ですね、うん、はい、これで、言われてるんですけども、まあ、アーユスとベーダっていう言葉を掛け合わせた言葉になってます、うんうん、で、アーユスっていうのが、まあ、長寿とか生命という意味がありまして、はい、ベーダは知恵とか科学
という意味があって、まあ、これアーユルヴェーダっていうんですけど、まあ、生命科学とか、うん、長寿の知恵というようにですね、訳されます。でアーユルヴェーダの目的ですね、まあ、5000年前から、まあ、伝承されてきたわけなんですけども、はい、まあ、なんで5000年も伝承されてきたかというと、まあ、このアーユルヴェーダっていう知恵がですね、まあ、健康に役立ってきたってことですね。インド、うん、今でもそうですけども、インドとかスリランカでは、まあ、家庭、まあ、キッチンファーマシーって言われてて、まあ、お母さんが、まあ、例えば子供とか、家族が病気になった時に、まあ、スパイスとかですね、ハーブを使って、うん、まあ、食事で治すっていうような、ことをしてきてるわけですね、はい、なので、まあ、食事から、まあ、整える、体を整える、心を整えるっていう考え方が、まあ、あったわけなんですね。でそれが、まあ、実際効いてきてるので、うん、効果があるっていうことなので5000年も続いてきてるということなわけですね。家庭の医学ってやつですか、うん、そういうことです、はい、家庭の医学です、本当に。うーん、そうですね。で、目的にも書いてありますけども、健康な人の健康を守り、はい、病人の病気を鎮静することが、まあ、目的ですよと、うん、まあ、そういったことでですね、まあ、実際に効果がしっかりとあるものなので5000年も続いてると、うん、はい、これがね、効果なかったら多分続かないと思うんですよね。うーん、はい、10年続くのもなかなか難しいと思います。効果ないことを やってたら ね、はい、1年も持つかどうかっていうところだと思うんですけども、5000年も続いてるってことはやっぱり皆さんがやってきた中で効果を感じてると、まあ、それだけの、まあ、裏打ちがあるってことですね、はい、そういうことですね、はい、まあ、現代社会ではね、科学で証明されたものしか受け付けないっていう人もいると思うんですけども、うん、全くそんなことないと思うんですよね。もちろん科学的に証明されてた方が安心感はあるし間違いないっていうのはあると思うんですけど、でも科学的に証明されたといっても10年後、あ、これって違いましたっていうのありますよね。ああ、はいはいはい。なんか、はい、研究によって。なんか実はなんか効果があんまり、うん、では関連性がなかったとか。そうそうそう、うんうんうん、はい。そういったこともあるので、科学的に証明されたものが絶対かといったらそうでもないっていうことも言えると思うんですよ。うん、まあ、エビデンスって今ね、言ってますけど、あ、そうですね、エビデンスが絶対かといったらそうじゃない。もしかして、はい、だから、アーユルヴェーダにまだ科学が追っつけないぐらいの歴史ってことですよね、うん、いや、まさにそうです、ね、要はそういうことなんです、本当に、まあ、科学、まあ、確かにすごいんですけど、はい、それがまだこの5000年っていうアーユルヴェーダに追っつけない、うん、そういうことです。だから解明しきれない、はい、そうなんですってことですよね。そういうことですね、うん、はい、なので、まあ、やっとこのアーユルヴェーダに言われてることが科学で証明されてきたものもたくさんあるので、うん、はい、なので間違いじゃないってことはもう証明されてます、うんうん、はい、科学的にも、はい、ただアーユルヴェーダって、まあ、東洋医学で、まあ、予防医学なんで、うん、はい、まあ、今のこの西洋医学対処療法っていうのとはちょっとまた違う側面があるので、はい、そこでまた研究がその西洋医学ほどされてないっていうところもありますね。あ、そうそう、予防医学なんですね。そうですね、あ、はい、予防医学なので、そもそも病気にならないようにするための、はい、うん、そういったものなんですね、はい。で、アーユルヴェーダの定義っていうのがあるんですけど、これはですね、まあ、ちょっとさらっとここで言いますけども、はい、ちょっと深すぎるんで、はい、ここはうちのスクールに入って、はい、しっかりと学びたい方は学んでくださいということで、はいはい、ちょっとここはさらっと読んじゃいますね、はいはい。まあ、アーユルヴェーダとは有益な人生と無益な人生、幸福な人生と不幸な人生、人生にとって有益なことと無益なこと、人生の長さ、人生そのものが説かれるもののことを言うというようにですね、ジャラカサンヒタ総論一章に書いてあるということで、これがアーユルヴェーダの定義ということになって、はい、ただ今聞いただけではちんぷんかんぷんだと思います、はい、はい、何のこと言ってんだっていう形になっちゃうと思うんで、はい、ついていけません、はいはい、なのでここはさらっといきます、はいはい、深く知りたい方はスクールに入ってください。そうですね、はい、はい、でアーユルヴェーダでよく言われる五大元素で、よくねアーユルヴェーダで体質診断ってやるんですよ、はい、体質診断ってやるんですけども、
これがですね、あのバータピッタカパ、カパ、うん、カパとも言うし、カパとも言うし、うん、まあ、どちらでもカパ、どちらでもですね、はい、正確な発音はカファなんですけど、まあカファの方が言いやすい、言いやすいですかね、はい、カファでもいいです、はい、で、まあ、このバータピッタカファっていうのがあって、うん、あのバータには、空間と風の性質があり、うん、ピッタには火と水、そしてカファには水と地、土ですね、はい、はい、そしてバータは運動ですね、ピッタは代謝、うん、カファは構造維持というような性質を持ってますよと言っていて、うんうん、そしてこの五大元素がこの宇宙の全てのものを作っていると言われてます、はあ、いい、はい、はい、これは人間だけじゃなく、うん、このパソコンもそうだし、うん、植物もそうだし、うん、はい、全てにおいてこのバータピッタカファのエネルギーを持っていると、うん、はい、で、体質診断をするんですけど、はい、多分やったこともある方はいらっしゃると思います、うん、結構簡易的にこうなんか質問をこう書いて、あの質問答えてくれるものがあるんですけど、まあ、それで点数が何個みたいな感じで、うん、はい、やっていくんですけど、でバータが一番多かったとかピッタが多かったとかって出るんですけど、ーバータが一番多いからバータしかないかって言ったらそうじゃなくて、皆さんこのバータピッタカファは全部持ってるんですよ、うんうん、全部持ってる中の割合が違いますよっていうところですね。あ、 どれが色濃いかっていう、そういうことです、はい、なのでバータしか持ってないとかカファしか持ってないっていうことはないですね、はいはい、そこ多分勘違いしてる方も多いのかなと思うんですよ、うん、はい、私バータピッタだからバータとピッタしかないよっていうことではないんですね、はい、カファの水と土のエネルギーももちろん持ってます、うんうんうん、ただ少ないだけ、影響が出づらいだけっていうことを、うん、なのでそこは間違えないでもらいたいなと思います、はい、で、バータピッタカファっていうのをこの3つをですね鳥同社、はい、まあ、バータピッタカファを同社っていうんですけど、はい、この3つ合わせて鳥同社というふうに言います、うん、はい、でこの鳥同社のことをですね秒素とか不純なものっていうふうに、言い換えることができますね、うん、まあ、これが病気の元になると、ではい、例えばバータピッタ私持ってますよ、はい、結構たくさん持ってますっていう方がバータのエネルギーを強く感じる、例えばバータだったら風だったじゃないですか、さっきは、はい、風のエネルギー持ってるから風を強く受けると乱れるんですよ、うん、自分の持ってる風、まあ、足し算ですね、はい、同じ性質、バータ風の性質と風の性質が合わさると増えてしまいます、うんうん、はい、で真逆のものは減るんですよ、例えばこの火と水ってありますよね、はい、火と水だったら真逆なんで打ち消しちゃって減るんです、はい、うん、なので同じ性質のものは増やします、ヤマピーは、ヤマピー確かバータとカバ、そう、バータとカバがあったので風が強い日に外に出ると乱れます、多分あまり好きじゃないと思います、風の強い日は、まあ髪乱れるんで、まあ、はい、そこね、そうですね、髪乱れるんで、そうだね、髪が乱れるし、はい、心も乱れます、なあ、まあ、はい、もうイライラします、そうですよね、でこう揺れてる木々を見てるのもあんまり良くないっていうかストレスに感じます、ああそうなんですか、はい、風の性質なので揺れてるところ、動性なので運動ですね、はい、なのでそういったのを見るのもストレスなはずです、はい、逆にカパの人は雨の日は嫌ですね、あ、水の性質なので自分も水だし、うん、まああまり好きではないです、ね、はい、そう、なので雨とか水とかそういったものはあまり好きじゃなかったりしますね、じゃあ逆に山ピッタ薄いから火見た方が落ち着くんですか、はいはい、うん、あ、そうですね、例えばろうそくの火とかこう見てるだけで癒されますね、はー、はい、へー、そうなんです、なんか暖かいこうライトとか見てるのも落ち着きますし、はい、だから白熱電球よりも、なんだっけ、ちょっと赤いオレンジ色の、ああ、はい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 、白っぽい色じゃなくて、はい、はい、
あの蛍光灯とかそういうんじゃなくて、蛍光灯じゃなくて白熱点、白熱の方が、ね、白熱ですね、はい、白熱暖色系ですね、暖色系の方が落ち着く、はいはいはい、じゃあ、ヤマピーあれか、ちょっと焚き火しますわ。うん、あ、いいですね、焚き火いい、焚き火しますわ、ちょっと焚き火いいですよ、はい、ぜひやってください。はい、なので、まあ、そういったようにですね、同じものが同じものを増やしてしまうっていうことなので、はい、まあ、それが病気の元になりますよというわけですね。はい、なので、この鳥同士は病気の元、不純なものと、はい、まあ、増えすぎてしまうと毒素になるんで。でも存在はしてるんですよね。存在？あの、自分は持ってるんですよね。はい、持ってます、持ってます。はい。そういう性質なので、おお、はい。またこれからちょっとね、今やっていきますけど、はいはいはい。まあ、性質とかがあるんですね。なのでバーター例えば持ってる方であれば、はい、ここに書いてあるように形成とか同性とかあるので、うん、なので軽いんですよね。まあ、形成とか、はい、だからフットワークも軽い。ほうほう、だからそれを持ってる人はフットワーク軽いから、うん、ポジティブな面でもいいですよね、うん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 、ネガティブな面で言うと、まあ、フラフラしてて不安定っていうことも言えますよね、形成なので。なるほど、はい、ただそれは乱れてしまうとそうなります。うんうん、うん、はい、でも乱れてなくて安定してる状態であれば、うん、形成はポジティブに取られます。あ、はい、なのでそれがヤマピーらしさっていうのもあるんですね。はい、それが見られるとそれがネガティブになってしまうということですね。はい、だから動きすぎてしまうと、うん、はい、同性なので、うん、無駄に動いちゃったりとかして、はい、疲れちゃったりとか、はい、あ、ヤマピーそれ今すっごい思いました。あ、そう、あのサッカーやってる時そうですね。あ、フットサルの時に、はいはいはい、頭で分かってるんですよ、はいはいはい、ここ今動かなくていいなみたいな、おうおうおう、なんか動いちゃってて、ああ、スタミナ使っちゃったなみたいな、ありますよ。それですよ、多分。そうですね、それですよ、うん、だ、乱れてるとそういうことが起こっちゃいます。うんうんうん、はい、判断もちょっと鈍ります。ああ、はい、はいはいはい、そうなんですよね。なるほどね、はい、本来の自分らしさが出なくなります。はい、あとはまあ早い、速性、微細性、粗性ですね、はい、粗性に、乾燥性に変動性、まあ、荒いってことですか。荒いですね、はい、なのでまあ乱れてる時はちょっと荒っぽくなっちゃうんですか。荒っぽくなります。そして、そうですね、途中でやめちゃったりとか、はい、っていうこともありますし、まあ、変動性っていうのも持ってますのでコロコロ変わると、昨日まであんなになんかすげえ言ってたじゃんみたいな、今日もうその話しないのみたいなっていうこともあります。はい、変動性か、はい、そういったこともありますね。あ、はい、まあ、ポジティブに捉えれば、まあ、いろんな話題性を持ってて、臨機応変みたいな、ね、臨機応変がね、そう、はいはいはい、出るんですけども、あ、ヤマピーバータですわ。あ、そうですか、はい、なんか今の話結構刺さる箇所結構ありました、ね、おー、そうなんです。なので、まあ、乱れるとね、あまりちょっと疲れちゃうタイプですね。動きすぎちゃうし、よく喋りすぎちゃったりします。はいはいはい、バーター喉なんで、あ、声、はい、声にな、声質が変わったりしますね、乱れてると。疲れたりすると、あ、ちょっと声がなんかガラガラになっちゃったりとか、うん、はい、うんうんうん、しますね、はい、なんか緊張すごいするとなんかすごい喋っちゃうとかあっていうこともありますね、うんうんうん、はい、というような性質を持ってます。で、作用としては、イカ作用と運動、運搬伝達と、はい、はい、なので、まあ、運動のエネルギーなんで、例えば食べたものを肛門まで運ぶっていうことも運動のエネルギー、バータのエネルギーです、うんうん、だからバータが乱れて鈍ってしまうと便秘になったりします。あ、はいはい、うん、しっかりと肛門まで運べないってことなので、うんうん、そうですね、全毛運動というんですか、うん、腸のその全毛運動が鈍くなったりとかするわけですね。あとは伝達、まあ、運搬もそうですけど伝達もそうなんですけど、うん、脳みそでいうとシナプス、はい、ありますよね、うん、記憶と記憶をこう呼び起こしたりとか、はい、まあ、引き出しからこう持ってきたりとかして言葉にしたりとかするんですけど、うん、その言葉が出てこなかったりとかします。
うまくつながらなかったりするので、シナプス同士が、はい、というように伝達がうまくいかなかったりとかすると、まあ、バージョンが乱れるとそういったことが起こりますよということになります。ただこれが調子がいいときはめちゃくちゃいいわけですよ、伝達も、はいはい、だから記憶もいいし、うん、はい、というように、はい、いいときは最高にいいと思います、うん、はい、なので頭の回転も早いです。うん、そしてピッタですね、ピッタの性質としては音声、衛生形成、液体性に、まあ、生臭さ、ほう、ごめんなさい、生臭さに流動性に流性、はい、うん、はい、まあ、ちょっとですねこれは、まあ、火のエネルギーなんで、うん、まあ、温かい音声を持ってで、ね、はい、で火なんで、まあ、鋭い性質を持ってるわけですね。あ、はい、はい、でこれもまあ形成も、まあ、軽も、まあ、軽軽もありますね、はい、で少しの液体性と、はい、はい、ちょっと生臭さもあると。で流動性、うん、まあ、流す力ですね、うん、はい、まあ、血液では血流ですね、あ、はいはい、あとは微油性、うんうん、ちょっとの油も持ってます。はい、まあ、火の力なので何かを変換する力とか、まあ、作用にも書いてありますけど、代謝とかですね、消化作用っていうような作用があります、はい、変換に長けてますね、はい、まあ、木を燃やせば炭になると、はいはい、その物質を変換する力があるっていうのが火の力、うん、ピッタですね、はい、なので例えば誰かから何かを言われたとしてそれをちゃんと飲み込んで理解することができるのもピッタの力です。お、はい、理解する、変換する、うん、はい、自分の言葉に置き換えるとか、うんうんうん、はい、変換して何かこう伝えたりとかする言葉ができるっていうのがピッタの力。それが弱まってると飲み込みが悪い状態になっちゃいます。理解ができない、はいはいはい、はい、言ってることがわからない、うんうん、っていうことになっちゃいますね、はい、それが乱れちゃうとね、変換する力もないので、お、はい。クソじゃないですか。そうなんです。ピッタなくなっちゃったらクソになっちゃいますよ。マジで。そうだね。やばいっすね。それとめちゃめちゃ大事じゃないですか。めちゃめちゃ大事です。はい、ピッタは本当そうですね。俺、じゃあちょっと俺だな。ヤマピーピッタかもしれないっすね。ヤマピーピッタもありますよ。ケンさん言ってましたもんね。うん、なんかピッタだと思ったって最初、うん。ピッタあります、あります。ピッタがあるから数学が得意なはずなんですよ。おー、はい、そう、計算とかすごい得意なので、うん、まあそうですね、はい、ピッタがある人っていうのは強い人は弁護士とか会計士とか税理士とか、あ、医者とかそういったものに、まあ、そうですね、飲み込んで自分で咀嚼できる力がないとですもんね。そうですね、そういうことですね。あと決断する力もあるので、ピッタは、はい、そういった職業に向いてます。はい、なので、はい、ピッタがないとダメですね。だから物を食べた時も消化する力がなかったら栄養にならないんで、はい、栄養吸収できないんで、はいはい、なのでピッタはかなり重要です、うん、はい、アイルベーダーでもピッタの力はとても重要視されています。お、はい、なのでその火の力を失わないようにっていうような食べ物、はいはい、が勧められているので氷とかは禁止されてます。あ、はい、冷やしちゃうので、うん、火の力を消しちゃいますので、あ、はい、麻薬の作用しちゃうので、はい、っていうような、はい、ということですね。アイスとかは禁止されてます。はい、続いてカパですね、うん、カパは、重性、冷性、緩慢性に活性、はい、粘着性、停滞性、はいはい、今までとはちょっと真逆な感じですね、はい、まあ、動かなくなります、これが乱れると。もともとカバの人っていうのはもともと動かないです、面倒くさがり屋です。お、はい、例えば、ね、近くでガツンと音が鳴って、あ、事故ったって言ったらバーサの人はすぐ見に行きます。あ、なるほど、どれどれどれみたいな、はい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 、野獣馬になります。野獣馬に、はいはい、でピッタは自分に関係があることだったら見に行きます。え、うちにぶつかったんじゃねみたいな、あ、はいはいはい、存続感情するので、うんうんうん、はい、カパは
行かないです。へえ。で、もうしつこく言われたらもうしょうがないなってやっと動くような感じ。ああ。なんで重いんです。もともと。うんうん、はい。そもそも動かない。めんどくさがりです。はいはいはい。はい、なので例えばスーパーとかショッピング行った時も駐車場も一番入り口に近いところに止めます。なるほど。歩きたくないんで。そもそも。ああ。はい。そうなんですよね。あ、そっかそっか。そうなんです。なのでカパはとにかく動かないことを目的にします。はい、いかに動かなくて済むか。はい、じゃああれだ、自分の部屋とかでいるじゃないですか、うん、はい、テレビのリモコンとか、うんうんうん、まあ、いろいろその自分の手の届く範囲内に置く人いるじゃないですか。あ、はいはいはい、カパですね。カパです、その人。完全にカパです。は、はい、でそれやっちゃうと本当にカパがもっと乱れていくんで。ああ、そうなんですか。もっと余計、はい、動かなくなっちゃいますので。あ、なるほどなるほど、はい、加速しちゃう。加速しちゃいます。はいはいはい、はい、でその行動がもうカパなんですよ。ああ、はい、なのでカパ同士でプラスになっちゃうわけですね。うんうん、ああ、はい、そうか。でそれが悪い方に進んでしまう。増長しちゃうわけですね。そういうことです。そうです。はい、そうなんです。なのでさらに停滞していく、はい、さらに粘着していくということで、うんうん、太りやすくなると。あ、脂肪を蓄えやすく、はいはい、体の性質としては、うんうん、はい、心はどちらかというと鬱になっていきます。だから部屋から出れなくなりますね。はい、じゃああれですね、うん、冬場はカパ性質増えますね。そうですね、動物とかって蓄えようとするじゃないですか、まあまあですね、冬眠とか、はいはいはい、あ、そうですね、はい、だからきっと冬場とかの動物は、うん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 、いつもの自分よりカパ気質が増えるってことです、うん、まあそうですね、動きは鈍くなりますからね。はい、まあ気温が寒いですから、はいはいはい、冷静ですから、ね、うんうんうん、はい、え、じゃあ鬱とかも冬なりやすいんですか。まあ冬よりも鬱の場合は春の方が大きいですね。春、はい、バーダピッタカパにも季節があって、はいはい、カパは春なんですよ。はい、なので花粉症ってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、花粉症って鼻水出ますよね。出ます出ます。あれは水の性質なんですよ。あ、例えば冬にたくさん甘いものを取ったら、うん、その甘いものが春暖かくなって、うん、その甘いものが溶け出して水になると言われてるんです。うん、はい、なのでまあ氷が溶けて水になるのと同じで、はい、徐々に気温が春になってくると暖かくなりますよね。あ、じゃあ冬の間に寒波蓄えちゃって、うん、発動が春ってことですね。はい、そういうことです。はい、あ、なので冬の間に甘いものとか冷たいものとか取りすぎると春の花粉症がひどくなります。はい、じゃああんまり冬だからっつってカパ気質発揮しちゃうと蓄えすぎちゃって、うん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 、春発動しちゃいますよってことで。そういうことですね。はい、なるほど、はい、そうなんです。で鼻はカパなんで、あ、はい、そうですね。ということで、作用としてはですね、うん、構造の維持、うん、体力、免疫力、同化作用ということで、まあ、構造の維持は、まあ、分かりやすく言うと、まあ、砂場で団子を作るときは水が必要ですよね。ああ、固めてね。そうです、繋ぎ止める力ですね。そういうことです。はい、なので、まあ、カパのエネルギー、性質なわけです。うん、はい、その水がないと固まらないですからね。はいはいはい、で乾いちゃったら、ね、水分が抜けたらボロボロボロっとなりますよね、お団子も。と、うん、はい、いうことでこう同化作用とか、うん、まあ、構造の維持っていうことが働きにあります。うん、はい、なので骨太の人はカパが多いです。おー、はい、構造なので構造の維持。あ、はい、骨太の人にカパが多いですね。うん、はい、食事をすることによって起こる消化現象を、まあ、例に挙げてみると、はい、まあ、噛み砕かれた食べ物に唾液などによって粘り気を与えるのがカパの働きですね。うん、で食べ物をですね、消化液によって吸収しやすい形に変化させるのがピッタの働き、うんうん、で口に入ったものを肛門まで運ぶのがバータの働きという形で、うんうん、まあ、その動作ごとにですね働きがあります。うんうんうん、でこれ言ったらもうキリがないんですけどね、
なのでここでもさらっと言っちゃいますけど、はい、もっとありますよもちろん、うんはい、もっとたくさんあるんですけど、でこのアイルベーダを知る上で分かりやすく伝えるのがよくこの飯盒炊飯で例えられるんですけど、はいまあ、ご飯がカバーですね、はい、で風吹いてる風がバータ で、うん、で火がピッタということなんですけども、うん、このバータピッタカバー、うん、この3つがバランス取れてる時が一番美味しいご飯が炊けると、はい、なので自分自身例えばバータピッタカバー持ってるけど、うん、その全てがバランスが整ってる時っていうのが一番調子がいい時なんですよ、はい、で例えばバータの風が弱かったりピッタが強すぎたり、うん、ご飯の水が多すぎたり少なすぎたりすると、うん、美味しくないご飯が炊けますけど、はいはい、その状態こそが調子の悪い病気の状態ということになります、うんはい、なのでそれらのバランスが取れている時ですね、うんまあ、これが一番調子がいいあなたらしい、はいはい、っていう状態なんですね。免疫力も高いですし、うんはい、でそういった美味しいご飯、うん、なので、そうですね、まあ、料理を作る時もそうですよ、はい、そのバランスが取れているものをいただくとそれが栄養になって元気が出るわけです、うんうんうん、これはオージャスというわけなんですけど、はいはい、そうなんです。なのでやはり手作りで作られたものを食べることが一番栄養になり元気になるということですね。で逆にまずいご飯、はい、これは消化不良とかおあとは未消化物、はい、アーマって言われてるんですけど未消化物が増えると、うんまあ、これが毒素になるわけなんで病気になるとおっていうふうに言われてるわけですね。はい、ちょっとざっと来ちゃいましたが、はい、こんな感じです、うんうんはい、まあ難しいですよね。難しいですよ、はい、そう難しいんですよアイルベーダ。難しいです、本当に深いです。僕も、はい、もう何年だろう14年ぐらい勉強してますけど、はいはいはい、まだまだ勉強足りないです全然。はい、マピーなんて1ヶ月にも満たないですからね。そうですね、はい、でも大体ちょっともうやっぱり分かってきてますよね。さすがそれはピッタの そうですかピッタのエネルギーがあるから飲み込みが早いっていうところですね。うんじゃあヤマピー診断なんかミスったんですかね。ヤマピーバータカッパだったじゃないですか。うん、多分それ乱れてるとかだったんじゃないかな。乱れてたんですかね。そう、あの本質と乱れてるもので分かれてるんで、あ、はい、本質はまあ一生変わらないですけど、あ、はい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 、乱れてるものはもういつでも変わるんで、あ、はい、なのでその乱れてるものはバーターカバでピッターは絶対あるはずなんで、はい、ただそのやってその書くその時の状態によってもちょっと変わっちゃったりするわけですよ、はい、記憶違いとか、あ、はい、まあ、あったりするので、でもそうですね、うん、あの時は確かトランプの時だったんで、そうですね、ヤマピー荒れてたかもしれませんね。ああ、なるほど、はい、うんうんうん、ケンさんをやっつけるぞっていう、なるほど、あの野心って荒れすぎてたかもしれない、はいそうなんです。その時の状態によっても変わっちゃうから、うんうん、まあ大体そのアイルベーダを見るときは、まあ、今の状態を見ますよね。あ、はい、でその状態に何が足りないか、うん、何が必要かっていうのを見極めて処方するわけですよね。はい、まあということで今日ちょっとさらっと言っちゃったんですけど、結構時間も経っちゃったかな。結構いました、ね、これでも時間はかかってます。かかっちゃいますよね。かかってますよ。そうなんですよね。なるべくこうタイトに行こうと思うんですけど、まあタイトに行こうと思えば思うほど、いや難しいですね。5000年の歴史があるものですよ。そうですね。それをね、はい、いくらサクって言ったってやっぱり難しいでしょうから、ね、本当に詳しく知りたい方、はい、そしてアイルベータカウンセラーになりたい方はもうスクールに入ってくださいということで、やった方がいいと思います。はい、はい、まあ、今後もね、ちょいちょいこうやってあのお話はしていくんですけど、まあ、その内容がね、ちょっとためになったなとか、うんうんうん、いいなと思った方はですね、グッドボタンと、あとはチャンネル登録をお願いしたいと思います。ぜひ。はい。じゃあまた次もね、アイルベーダをやっていこうと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。はい。さよなら。さよなら。